気がついたら今僕はここにいた。三陸鉄道の旅でございます。岩泉小本駅って読むのかな。その駅からですね、臨行してですね、今のは途中駅でございますね。そして宮古市に入っていきます。宮古市でございます。宮古市内ではね、ただ乗り換えただけでございます。宮古行きの電車が DZ 回に乗って宮古駅に到着する予報、到着する予定でございます。隣に見えているのは、JR の宮古線っていうのかな、何線っていうのか忘れましたけど、 JR の線でございます。ちょっと前まで山田線っていうのは JR だったんですけど、今は三陸鉄道になっております。直通する電車はですね、ここからね、渡り路を通っていくんですね。 JR の車両もね、見えておりますね。これからあそこに止まってる電車、ディーゼルカーに乗ってですね、堺行きでございますね。確かそうだったのか、釜石行きだったかもしれない、ちょっと分かんないですけどね。乗り換えて、次のカメラはこの津軽石駅に停車している時に撮った映像でございますね。鮭の町って書いてありますね。美味しそうですね。なんか津軽ですね、岩手県にも津軽という駅、名前字がついた駅名が存在するということでございます。山田町に入っていきますね。陸中山田駅に近くの映像でございますね。本当はね、ここもね、降りたかったんだけどね、もう夕暮れがね、ちょっと迫ってきて、今夜泊まる宿にね、明るいうちにね、ついておきたいなと思ったんですね。見えてる袋の中には昆布が入っております。硬くてね、食べきれなかったですね。東京まで持って帰りましたね。気がついたら今僕はここに